どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤祐樹です。今日もですね、購入品の紹介動画になるんですけど、今回はですね、オレタンさんの方で購入してきたカードの紹介になっております。枚数はですね、ちょっと5枚と少ないんですけど、かなり個人的に狙ってたカードをですね、購入することができましたので、ぜひご期待ください。それでは、行ってみましょう。ではまず1枚目がこちらですね。氷帝メビウスのスーパーになっております。これはですね、型番的に初版のやつですね。初版のスーパーになっております。まあめちゃくちゃレアかと言われるとですね、全然そんなことはないんですけど、まあストレージで、しかもなかなか状態がいいんですよ。結構備品だったので、30円ならいいかなと思って回収してきました。メビウスの30円ですね。お次がこちら。レッドアイズアンデッドドラゴンのウルトラレアになっております。こちらもですね、ストレージ30円で拾ってきました。これはストラクのウルトラですかね。なのでもう全然こちらもですね、めちゃめちゃレアとかそういうわけではないと思いますが、まだ1枚も持ってないので回収してきました。レッドアイズもですね、結構いろいろ派生のカードがあってですね、どれもかっこいいんですよね。で、またこの正面のアングルってなかなか珍しいなと思って買ってきました。探せばストレージでたくさん見つかりそうなので、根気よく探そうかなと思っております。レッドアイズアンデッドドラゴンの30円ですね。お次がこちら。アヌビスの呪いのスーパーレアになっております。これはですね、エキスパートエディションのスーパーですね。僕ですね、結構エキスパートエディションとかビギナーズエディションが結構好きで、再録されたカードがですね、結構好きなんですよね。で、ちょっとわかりづらいんですけど、これはスーパーで収録をされております。これもストレージでですね、30円でぶっ刺さっておりましたので、回収して参りました。お次からがですね、リリーフレアになっております。まずはこちら。巨大戦艦テトランのレリーフになっております。お値段特価で170円でゲットすることができました。何個か前の動画でですね、このテトランの美しさに気づいてしまってですね、絶賛する動画を確か撮ったんですけど、早くもですね、2枚目を見つけることができました。相変わらずこのレリーフの彫りが美しいですね。しかもお値段なんと170円ですね。オレタンさんはですね、こうやって特価品をですね、定期的に出してくれるんでめちゃめちゃありがたいんですよね。この戦艦シリーズもですね、他のカードを早く集めたいんですけど、なかなかですね、特価で見つけることがまだできてないので、こればっかりはですね、もう特価品とかストレージはタイミングとかですね、運になるので仕方がないんですけど、どこかで早く出会いたいなと思ってるシリーズですね。うん、相変わらず美しいですね。お次がですね、最後のカードになります。最後がこちら。本日のメインですね。アリュールクイーンレベル7のレリーフになっております。なんとお値段470円でゲットすることができました。最高やな。まあ、状態はですね、四隅がもう白掛けとかなってるんで、備品とかでは全然ないんですけど、この絵柄のところとかはですね、全然傷がなくて見やすいんで、この状態で470円は全然ありかなと思いますね。しかもこのレリーフの彫りがですよ、めっちゃいいんですよ、これ。この辺の角度とかだと分かりやすいですかね。背景のですね、彫りがすんごい綺麗なんですよね。で、この全面レリーフではない時代のレリーフなんで、すごくイラストが見やすいですね。どうでしょう？見えますかね？めちゃめちゃいいんですよ、レリーフ加工が。この人のですね、着てる服とか腕にぶら下げてる、このバスタオル的なやつはですね、彫りはそんなに深くないんですけど、それがやっぱいいんですよ。彫りが深いところと浅いところのですね、メリハリがめちゃめちゃ生きてるカードかなと思いますね。動画投稿を始めてですね、気づいたんですけど、カメラ越しにこのレリーフの美しさを伝えるのがですね、めちゃめちゃ難しくて、見えますかね。そしてまたこの背景のですね、赤色主体の色もいいんですよね。うん、やっぱりこのイラストから下の背景の彫りがもう神がかりですね、これは。いかん。あんまりこのアングルするとちょっとパンチ。最近買ったレリーフの中でもですね、めちゃめちゃ好きなカードになっております。まあ、個人的にですね、好きなカードベスト10にも入ってくるぐらい好きなカードになりましたね。さすがにストレージとかではですね、なかなか入ってないんでしょうけど、特価品みたいなところでですね、あればまた買いたいなと思ってるカードですね。これが400円台ですからね、もうマジで神すぎ。はい、以上がですね、オレタンさんの方で購入したカードの紹介になっております。やっぱりメインはですね、最後のアリュールクイーンレベル7でしょうね。もうこれ神ですね。もう今アップじゃない、置いてる状態でもですね、この美しさが伝わってるんじゃないかなと思いますね。やっぱレリーフはですね、もういつ見ても、どれ見てもテンションが上がるレアリティかなと個人的には思ってますけど、皆さんは好きなレアリティとかありますかね？もしですね、皆さんが好きなレアリティとかがあればですね、コメント等で教えてもらえればと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思っております。また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。